ア浦ラ駐屯地、ア浦ラ駐屯地所在地、ア浦駐屯地とは、長崎県佐世保市大型町678に、所在する水陸機動団等が駐屯する陸上自衛隊の駐屯地である。佐世保市西部の海岸地区にあり、海上自衛隊佐世保基地、アメリカ海軍佐世保基地まで約5キロメートルの位置にある。駐屯地指令は、水陸機動団長が兼務。 海示佐世保地方帯、先編地区に開設された、先編分屯地については、相浦駐屯地に隷属するため本校でまとめて、取り扱う。現在駐屯地がある場所は、江戸時代中期に相浦川川口の干潟を干拓し、神殿として開発した場所であった。日本海軍アメリカ軍保安隊陸上自衛隊第三教育団本部が、別府駐屯地から移住。 第2教育連隊が第118教育大隊に改編。水陸機動団新編準備室が相浦駐屯地業務隊内に発足。第118教育大隊霊下の車両教育隊が竹松駐屯地に移住。水陸機動団新編準備室が水陸機動準備隊に拡大改編の上、西部方面隊直轄として編成完結。第118教育大隊が クルメ駐屯地に移住。西部方面普通科連隊及び水陸機動準備隊を廃止し、水陸機動団を進展。水陸機動団長をアイウラ駐屯地司令に職務指定。西部方面混成団本部と第五陸層教育隊がクルメ駐屯地に移住。アイウラ駐屯地霊属の分屯地として2019年3月26日に会長。 中屯予定部隊は施設建設が遅れたために2018年2月の開設に間に合わず、水陸機動団編成完結から会長までの間、愛浦ウラ中地に暫定配備されていた。基地通信及び分屯地管理業務は、愛浦ウラ中地の基地通信中隊派遣隊及び愛浦ウラ中地業務隊が一部が分派される。ありがとうございます。